多機能な複合防衛拠点を整備する案が浮上した日本製鉄呉地区の跡地活用問題。防衛省が呉市議会で計画の概要を明らかにしました。今後、呉地区の重要性は増大していくというふうに我々考えておりまして、防衛省といたしましては、この地区にですね、多機能な複合防衛拠点を新たに整備してまいりたいと。計画では大きく3つの機能が示されました。装備品の維持整備と製造基盤、艦艇の配備や訓練場など部隊の活動基盤、岸壁などを活用した港湾機能。このうち部隊の活動基盤には火薬庫も検討対象に含まれるとし、議員からは安全性に対する質問が相次ぎました。市の安全性を危惧する声がですね、市内外から聞こえております。弾薬庫という言葉が躍り出て、有識者に標的にされるのではないかというような。防衛省は火薬庫は全国にあり、自衛隊発足以来事故はないとし、法令に基づいて管理をしていく考えを示しました。防衛力の抜本強化を図ることによって、むしろ抑止力、対処能力が上がるというふうに考えてございます。ご説明をしてまいりたいというふうに思ってございます。市民からは町の経済活性化へ期待の声も上がりました。個人的にはいい思いますけど、やっぱり経済効果がね、あったらいい思いますけど。歓迎まではしないですけど。確かにそういう標的になるとかっていうことは懸念されるとは思いますけど、人が増えたり産業が起こったりすることはいいことじゃないかなと。一方で防衛施設による活用計画には不安の声も。防衛省売却反対。日鉄跡地防衛省売却反対。反対。市役所前にはおよそ40人が集まり、市民に不安や危険を与えているなどと訴えました。平和のことを考えてみると、今回の自衛隊の拠点化というのは大変危険がなことじゃないかなと。戦争になった時にね、そこがっていうんですかね、攻撃されるという点では、やっぱり国民の暮らしや命を守るということにはつながらないので。防衛省は跡地の一括購入について日本製鉄側と交渉中とし、具体的な明言を避けました。皆さんの意見を聞いて、当然判断していくということになると思います。国の方針で抑止力を高めることによってより平和になる、日本の安全が確保されるというのが基本だと思っております。呉市は防衛省に県と日本製鉄も含めた4社での協議を今後進めていく考えです。日鉄の跡地がどうなっていくのかということで、後藤先生、この防衛省が一括購入をするということですけれども、後藤先生はどう感じていますか。やっぱり疲弊した地方都市にこういう話が来ると、経済効果を期待してという、市民の声もありましたけれども、そういう方向にどうしても持っていくというかですね、行きがちですけれども、やっぱり防衛施設ですから慎重にここは進めないといけないんじゃないかなというふうに思いますね。町に住んでいる方はやはりこれまで日鉄がいたことでにぎわいがあった、そしてかつては海軍がいたということもあって歓迎する声もあるんですけれども、やはりともすれば標的になるかもしれないというのは、山崎さん、やはり怖いところがありますよね。そうですよね。やはりでもそういう心配皆さんあるとは思うので、その経済が発展するだとか、そういったところとのバランスをどう見ていくかっていうのが難しいところですよね。それとあとまだ企業の誘致っていうのも、可能性としては残っている、ということになりますね。そうですよね。まだまだ今後どうなるかは見通せないところですが、注目をしていきます。